さんこんにちは、マオです。今日やってきたのは秋葉原駅、漫画とアニメの聖地にやってきました。はい、今日はですね、マオちゃんと秋葉原を見ていきたいと思います。 Today, we are in 秋葉原. We would like to know about the deep 秋葉原 stories. So, let's go. マオちゃん、秋葉原に来たことは何かありますか？はい、初めて。This is first time in 秋葉原. Wow. This is a, here is an amazing spot for the animation and manga and figures.All Japanese culture is here. 知ってる？まおちゃん、自動車の産業って今20兆円産業って言われてるのが、アニメとかフィギュアも20兆円産業なんですね。だから自動車と同じぐらい大きな産業なんです。そうなんだ。そう、え、フィギュアとかそう、アニメとかが全部合わせて、全部合わせて、全部合わせてね。じゃあ、ちらほら外見の方がいるよ。ここはですね、ラジオ会館、非常に有名なラジオ会館があります。そうですよね、秋葉原といえばラジオ会館かもしれない。ラジオ会館、じゃあラジオ会館覗きましょう。ラジオ会館覗きます。ラジオ会館、まずはですね、お、ここはすごいね、カードカードがあるね、ポケモンカードですね。20円、あ、安いね。お、安いと思えばここね、1780円があります。すごいね、メガネ屋さんですね。秋葉の人はメガネ率が高いです。確かに、ね、勉強のしすぎですからね。おー、フィギュアですね。早速フィギュアが来ました。これはジブリのジブリのもう一回聞くんですね。 We have a... Oh!おー、ジブリがありますね。キレットからのあれですね。おー、ジブリ、かわいいからだって。カードの自動販売機がありますね。This is a card. Oh, vending machine for card.今度はですね、秋葉原会館の4階に来ました。おお、すごいですね。プラモデルがいっぱいあります。全部がダンダム。おお、ダンダム。OK, let's go to the fifth floor. トランプさんがいます。トランプさんがいますよ。ジョン・トランプ。おお、わお。Special for yeah. Oh, this one. Gacha gacha, gacha gacha. The kids sleeping in the bed. The cat sleeping in the bed. See a cat sleeping in the bed. And the oh, very old lady. Old ladies. Oh. These animals playing.Yeah. Oh, this is Star Wars. Oh, Star Wars. This is very old. We have a lot of fashion. There are many parts here. The electronic parts. So like the condensers, an IC chip. I like it.マオちゃん、どうですか、初秋葉原。楽しい。秋葉、初秋葉、楽しい。私、あんまりホテルもないけど、たまにあるとすごい楽しい。本当？あ、おぉ。タカさんのマネ。こういうふうに来たとしては？フィギュア屋さんですね。すごいですね。すごく、すごいリアルすぎない？どう？おー、かわいいね。
怖いね、これは。あ、高っ。100万もする。あ、懐かしい。700、ちょっと手が、うん、これ、だって11万よ。over 1000だよ。高いのかな。これ over 3500ですね。すごいね。あ、これは昔々のウルトラマンのあれですね。ウルトラマンとか、うん、敵、そう、ウルトラマンの敵ですね。 The enemy of ウルトラマン、だれ、オーバー、みんな600。 This is model、 yeah, this is airplane model、 まーちゃん、こうやって作っていくの。ほら、これ、これ、これが普通なのよ。これを塗るからこうなんだ。組み立てた時はこう、これが組み立てた時はこれでこうなってる。色塗って、色塗らないとこうならない。これ全部色塗ってんのよ。これエアブラシね、エアブラシで色塗る時こう塗ってる。これがメタリック塗装。ほら、塗装で全然違うでしょ。これも塗装でできるの。そうで、全部ほら塗装レイ、これね、これ色塗らないとこんなにならないのかな。これもほら色塗らないとこんなにならないの。みんな同じ子だけど、そう、そうだから色の、ほら、これも全部同じだけど色の塗り方変わるから。変わります、ね、ファルコン号ね。これもほら、わざと汚してるの、こうやってね。ファルコン号、スターウォーズのね、これをわざとこう塗るでも汚してるの。本当だ、ダヴィンチさんも出してるの。そう、うん、メイドさんいますね。いろんなメイドさんがいます。メイドさんいっぱいいますね。可愛いメイドさんいますか？います。いますか？そうね。ラーメン屋があります。肉の日、肉屋があります。たくさんのメイドさんがいます。メイドさん可愛いですね。これあれ？そうにゃん。メイドカフェとか行ったことありますか？ないにゃん。ないにゃん。ないにゃん。今ちょうどこの風に1時間500円のご入国料と、はい、なんかまあご飲食代って感じで、ちょうどライブショータイムさんもやっちゃうんだ。そう、ライブさんこんな感じでやるんだけど、そう、なんか飲み物一杯とか借りて楽しめるから、もしよかったら一緒に行ってみますか？行きたいねんけどな。ちょっと迷ってみる。そう、もうちょっと迷いたいな。あ、いや、かしこまりにいろいろあるからいっぱい。ありがとう。忍者、忍者より忍者。忍者のことは忍者。忍者、なんで来ないのよ。忍者は30分600円、お姫様100円プラスワンオーダー制になっております。あ、VR グラスが安いです。 VR が1000円。これは1000円ですね。これ買わないためですね。これイヤホンもついて、これ1000円は安いね。これはこれは絶対に買わないとダメですね、これね。これが、それが一番かな。それが一番ね。うん、これじゃあ2つ買いますか。はい、2つ買いましょう。はい、いいですか。ちょっと待ってくださいね。VR、VR2 つ買います。おー、VR ね。VR 撮ってますから、VR 言いますね。VR グラス。あ、ポップコーンメーカー。ポップコーンメーカーが面白い。あ、何これ。クレープか、ミルクレープメーカー、ワッフルメーカー普通にありますね。普通にあるか。そう、フライドポテトメーカーもね。これか、エクストリームプロ。これめちゃくちゃ安くない？これめちゃくちゃ安いね。こんなんあんの？1テラバイト。エクストリーム、これ本物？はい。あ、そうです。海外パッケージってだけで中には日本製のものと変わらないもの。同じ、こんな安いの？ですね。あと、まあ、海外パッケージのため日本の保険が受けられないっていうのがあるんですよ。でもこんな安いの？そうですね。
えらい安くない？これ半額以下じゃないの？そうなんだ。51人もらえます？51人。うん、入れることもないんで、私言っております。はい、あ、それ、いらない、ありがとう。すごいね、これね、いろいろあるね。なんでもあるね。すごい、壁いっぱいガチャガチャがあるんだ。ちっちゃいの可愛い。うん、ああ昔のね。すごいね。あら、何でもあるね。鼻猫、鼻猫。めっちゃ可愛くない？笑い合う、考えない人。これかわいい、これかわいい。で、スキンゲンだから、これ3つ？この辺ね。